話しします。秋が一番好きなのは何ですか？1おやつ、2散歩3遊ぶ、ボール遊び。もう一回いきます。1おやつ、2散歩3ボール遊び。さあ秋は1、2、3のうちのどれが一番好きなんでしょうか。もう一回いきますよ。この反応で判断しましょう。1おやつ、2散歩、3ボール遊び。1おやつ、2散歩、3ボール遊び。もう何言ってるんじゃという顔されました秋はもう今日お休みかなということで、秋の一番好きなのは散歩でした。じゃあおやすみなさい。今日散歩行ったもんね、秋。散歩行ったもんね。上手に歩くもんね。あんなに上手に歩くのはなかなかいない。はい、お疲れ様でした。